はい、今日はですね、ちょっとチェーンのメンテナンスをしていこうと思うんですけれども、はい、チェーンのメンテナンスをですね、するのにあたっての、注意点なんですけども、エンジンをかけてぐるぐるね、後輪は後ろなんだけど、後輪をね、こうエンジンをかけた状態でこう回してやると、非常にその機械の力っていうのは強くてですね、簡単に巻き込まれてどうやっても止まりません。エンジンをかけるっていうのは、こういう状態ですね。この状態でチェーンをね、ザーってこう、ブラシなんかをね、当ててやれば非常にやりやすそうなんです。効率良さそうなんですけどもね、こういうところで、ね、チェーンをこう触ってしまうとね、あたたたたたたた、痛い、いやー、ちょ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 、まず、うおー、痛い、痛い、あらららら、やべ、やばい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 、痛い、痛い、やば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 い、ちょっとエンジン止められない、届かない、ちょっとこれやめた、ダメだ、ちょっとダメだ、ダメだ、閲覧注意だ、これ、どうしよう、これ、どうすればいいですかね。こういう場合ね、もう血だらけですよね。ほら大変ですね。もう動かない、もう動かないんですよね。もう食べるしかないよね。よいしょ、びっくりしました。こんな感じでね、機械に巻き込むと絶対止まらないんですね。で、人間の指なんてこのチリカマみたいにもう簡単にもうスパスパ切れちゃいますんで。うまいね。乾杯。セブンのワインって結構うまいよね。ちょっとそういうわけで、俺は分かってたけどねっていう人もいると思うんだけど、こうやって見てください。もうエンジン止めてニュートラルにして戻せば、こうやって外れるんですけど、中がどうなったか見てみましょうか。チリカマが裂けただけなのはずなのに、ものすごく恐ろしい映像に見えるんじゃないですか。これが皮膚と仮定してね、もう四肢切断です。4本指切断状態になりますので、絶対にエンジンをかけて回さないでください。で、この僕ね、エンジンをかけない状態で軍手してやるんですけど、エンジンをかけた状態での軍手って非常にこう巻き込まれやすくて、一発巻き込んだだけでもこうやってビリビリになるんですね。もう簡単に巻き込んだ挙句、回転っていうのは止まらないので、これはね、エンジンは絶対かけないで、やってください。で、ゴミ来たな。で、よいしょ。で、よくよくね、僕が動画をやると、回転物でその軍手を使うな使うなって、そのコピペを貼ってくる人が多いんですけど、それは動力がかかってる状態の話です。例えば旋盤って言って、ドリルがね、こう縦についてるやつとかを使う時とか、そういう時は服が巻き込まれるので、良くないとは言われてるんですけど、
動力がかかっていない状態であれば関係ないですので、怪我をしないためにぜひ軍手をして、で軍手だけだと油がいっぱい染みてきますので、こういう簡単なニトリル手袋をこう上からしてですね、でこの状態で、チェーンを拭いてやるなりなんなりしてやると、非常に手が汚れずにいいし、で上だけこう交換してやればですね、簡単には汚れませんし、皮膚の代わりになりますので、掃除がしやすいんじゃないのかなと思います。はい、だってよいしょ、動力がねかかってない状態であれば、これいくら触っても巻き込まれることはないので、ただ この状態でタイヤ回したらダメだよ。そんなの素手だろうが何だろうが巻き込みますからね。はい、であと注意点、バイクをね持ったり動かしたりするときにここ持っちゃダメだからね。そうするとここ のスプロケットに巻き込まれますんで、はい、なので、ぜひですねチェーンを掃除する際、手を保護するときはもう本当ね素手でっていう情報がインターネット上にはかなり溢れてます。はい、間違ってます。インターネットの情報はね数が多い方がいっぱい出てきちゃうので、さも正しいかのようにあるんですけども、危ないですので、いろいろなものはついててとんがってますんで、必ず手を保護した上で、作業していただければなと思います。はい、動力がかかってなければ基本的に大丈夫なんですけど、動力がかかってなくても、こうやっていけばね、こう挟まりますからね、これやらないよ、挟まりますからね。であと、ミッションはニュートラルに入れてください、必ず。はい、なんでかというとですね、特に株なんかそうなんですけど、今一足に出ました、一足に入れるとバックはできるんですけど、バックはできるけど前が回らないですね、前が回らないです、ロックします。はい、スクーターなんかとかもみんなそうなんですけど、ワンウェイになってしまうんですね。そうすると例えばこっち側に誤って指を挟まってしまった場合ね、またちいかまくん登場ですけど、指が挟まってしまった場合、はい、ブチッといって戻すことができません。はい、指抜けません。でこの状態で冷静にミッションをニュートラルにするっていうのはちょっと難しいので、最初からね、必ずニュートラルにしておけば元に戻せば外れますので、僕ね昔スクーターのプーリーをやってる時にワンウェイで一回挟まって抜けなくなったことがあるんですよ。スカイウェーブかなんかだと思うんですけどね、クランクをこう回してたらグリンって回って指挟まってもうちょっとで切断するとこだったっていうことがあります。はい、なので回転物っていうのはワンウェイロックしてしまうものは非常にこう怖いですので、必ずですね、扱うときは両方フリーにすることで、本当このスプロケットとチェーンの接合面っていうのは思いのほか危険ですので、はい、このあたりはですねなるべくもう触らないで、チェーンね、スプロケットも極めてピカピカにしたいっていう気持ちは分かるんですけどチェーンなんてすぐ汚れますんで、多少汚れた油がついてるもんですので、そんなにこだわらずにですね、なんかこう油がついてて、ちゃんとこうやって回ってればもうそれでいいですので、あまり極めてその綺麗にしてやるためにですね怪我をするとかになってしまうと本末転倒ですので、そのぐらいにしといた方がいいんじゃないかなって僕は思います。はい、僕の知人のバイク屋さんでチェーンで指挟んで落としかけたって人一人います。はい、そのぐらいチェーンで危険ですので、皆さん自分でですね手突っ込まれる際は本当ねこうなりますんでね、グロいっしょ、これ指だと思うとグロいと思うんですけど注意してください。はい、というわけで今日はねちいかまで実験しました。この後私が美味しくいただこうと思ってるんですけど、やだなこれ、きっとねえな、もう捨てちゃおうかな。はい、皆さんの安全のための啓蒙のために役立ったということで、とうとう260円の犠牲でございました。はい、セブンイレブンのちいかまです。よいしょ、チェーンやれば必ず手汚れますんでね、ある程度は確保してください。はい、ね、軍手は、ね、軍手は回転するものには使ったら危険だからしちゃいけない
ね、本当言う人たち多いし、僕のコメントも書いてくださると思うんですけど、それは旋盤とか動力がかかっている状態のものを触る場合ですので、動力がかかってないフリーのものを触る場合はその限りではございませんので、はい、そのあたり僕長年こう言い続けているんですけど、いつか浸透してくれると思ってですね、まあ、別に頑張ってるっていうか言ってます。はい、というわけで皆さん、より良いチェンシコライフをお送りください。ホワイトベースにも翔平でした。ありがとうございます。乾杯。うん、午前中からワイン。うまいワイン。